皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。NHK スペシャル、原爆が奪った未来、中学生8000人、生と死の記録ということで、1945年8月6日、広島で原爆が落とされていたことは皆さんご存知かと思いますけれども、なぜか中学1年生が犠牲になっていたという話、これ全く知らなかったので、えー、この番組の内容を簡単に解説をしていきたいと思います。 えー、なぜ、えー、このね、あの原爆が落とされた時に中学1年生だけが甚大な被害にあってます。これなぜかというとですね、中学1年生39校8000人が軍の主導で空,空襲の延焼を防ぐための、えー 作業に動員をされていて、広島市の中心部にいて被爆して、なんと6000人が犠牲になっているということです。これどういうことなのかというとですね、当時、 建物疎開という、えー、作業を軍から指導をされていたと、えー。密集した木造家屋に、えーまあ、アメリカ軍から空襲を受けるとですね、まあ、あちこちに広がっちゃうと。なので、木造家屋、密集してた木造家屋を倒しちゃえば、まあ、空襲が起きても火事が広がらないと。 なので木造家屋を壊せという作業をしていたとところが、えー、日本も終戦間近ですのでもう全然人がいないとしかもですね中学生の2年生までは軍事工場で働かされていたわけですでじゃあ誰この建物を壊す作業をするの誰中一しかいないよねっていうことで 中学1年生が動員されて、えー、広島中心部の木造家屋を壊す作業に39校8000人もが当たっていたと。で、爆心地の近くにいたがためになぜか中学1年生だけが被害に遭ってしまったと、えー。番組でも出てきましたけれども、その被害に遭ったお姉さんとかお兄さんは軍事工場で働いていたから助かったけれども、弟や妹が 中心部の外にいて、この作業に駆り出されていたから、亡くなってしまったという、まあ、こんなとんでもないことがあったということです。で、これ、本当にこの痛ましいのはまず、ね、中学校 1>, こう1年生でもう死んでしまった、しかも原爆ということで、もう焼けただれて苦しんで殺されてしまうという、死んでしまうというね、その恐ろしさというのもありますけれども、その場で仮に生き延びたとしても、放射性物質のせいで、急性障害があって、その後も亡くなってしまうと。さらににははこの時要は建物疎開に加わって って言った生き残った人たちも番組に出てくるんですけれどもでも生き残った子どもたちもですよもう周りが死体の山だらけでもう友達がもう顔もぐちゃぐちゃになってても焼けただれちゃっている中その死体の山を踏みつぶしながらなんとか生き延びたって。 その地獄絵図を一生背負い続けて生きるという、そういう苦しみもあるということで、まあ、本当にあの、とんでもないことなんですけれども、まあ、ただ、ここで考えるべきは、じゃあ、この原子爆弾、まあ、もちろん原子、原爆を,をね、落としたアメリカ軍が悪いっていうのはもちろんわかるわけです。まあ、だけれども、これ、 なぜ原爆が落とされちゃったんですか落とされないようにできなかったんですかという話ですよね。で、NHK スペシャルでもやってましたけれども、なんと1941年までは日本はとても豊かでとても平和だったと。 ところが、日本軍なり日本の政治家なりが判断ミスをして無謀な戦争に突入していって、無謀にもう戦線をどん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 広げてしまって、えーね、もうこれ以上やらなければいいのに、ずんずんずんやっちゃったがために原爆が落とされたっていうことで、まあ要はもちろんアメリカ軍が悪いんですけれども、いやだけどその原因を作ったのは日本軍と日本政府でしょっていうことが、 わからないと、多分これ、えー、また同じようなことが起きてしまうんじゃないかということで、今も非常に世界情勢が危ういです。ロシアのウクライナ侵攻を見てもそうですし、まあ、北朝鮮というとんでもない国もありますけれども、まあとにかく中国という恐ろしい国がいて、まあ台を武力制圧して沖縄にまで侵略しかねない勢い、まあこんなことしてたら日本にね、あの、ミサイルとか撃ってくる可能性だってあるわけですよ。でもそういう時に、じゃあ原爆を二度と落とされない ないいい国ににすするたために何をしたらいいんですかそれはアメリカが悪いとかいやもう日本は核兵器持ちませんとか戦争反対って言っていればおかしな国から原爆を落とされない国になるんですかっていうことやえそういった国にしないための政治家選びをきちっとしないととんでもない政治家選んじゃうとまたそういう国にされてしまうよねということで。 ただ原爆を落とされてかわいそうだというだけじゃなくて、今後日本がこのような悲劇を繰り返さないために何をしたらいいのか、ただ戦闘、戦争反対、ただ核兵器反対と言ってるだけでいいのかっていうことは、えー、考えなくちゃいけないんじゃないかなと思います。まあ、それにしてもですね、中学1年生だけが被害に遭ったというのは、 初めて知りましたので、皆さんもこういう悲劇が戦争にはあったということを知っておくといいのではないかと思います。